今回は会話が続かない人の3つの特徴ということで解説していきたいなというふうに思います。会話っていうものをしてたら相手に楽しいなって思ってほしいなって思うじゃないですか。会話があまり続かなくて盛り上がらなくて、あ、この人自分と話しても楽しくないかなとかって気使うよりも、あ、この人は自分と喋ってるときめちゃくちゃ楽しそうだなって思える会話できる方がやっぱりいいなって思うと思うんですね。でも、やっぱり会話って無意識のうちにやってるから、 無意識のうちに相手が、うわ、嫌だな、この人と話してるのって思ってしまうような特徴を持っていたりもするわけですよ。なので、今回はそういった人たちが持ってしまっている、会話が続かない人たちが持ってしまっている3つの特徴を解説していきたいなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションのアプローチの方法であったりだとか、前向きに生けるためにはどういうふうに考えていけばいいのかっていうようなマインドセットの部分を解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。 会話が続かない人って心の向きが自分に向いちゃっているっていうことが言えてでも実際会話って相手とするものじゃないですか相手とするものなんだけど自分の方に矢印が向いてしまったりするんですよでもその結果相手がこの人と話してるとなんか楽しくないなとかこの人自分のことしか喋らないなとかっていうふうに思ってしまってこの人との会話楽しくないわって思ってしまうわけなんですね楽しい会話っていうのは相手と一体感がある会話なので 自分の話ばっかりしようとか、相手に共感する意思を持たないとかっていうのは、会話が続かない人の特徴になってくるわけなんですね。会話っていうのは、一つ一つの積み重ねなんですよ。一つ一つの積み重ね。相手が、この人と喋ってると楽しいなとか、この人とた喋ってると盛り上がるなっていうような、そういった一つ一つの積み重ねが信頼になっていくよっていうことで、その積み重ねが逆に、この人と喋ってたら楽しくないな。この人まだ自分の話してるよっていうのも、 一つ一つ積み重ねられていって、この人と喋っていると楽しくないとか楽しいとかっていうレッテルを貼られていってしまうんですね。一度この人と喋っていると楽しくないというレッテルを貼られてしまったら、それはもう脳科学的にあなたとの会話っていうものは楽しんでもらえなくなってしまうんですよ。これはかなり危険なことなので、なので無意識のうちにね、会話を盛り上げない、続けられないような特徴を持ってしまっている場合は、 まあ今回ね、少し改めていった方がいいよっていうことなんですね。もちろん、これは僕だってやってしまう時があるし、えー、多くの人がね、無意識のうちにやってしまったりもすることなので、なるべく減らしていった方がいいよね、意識してできたら、ちょっとは減らしていけるよね、ということで解説していきたいなというふうに思います。で、話が続かないとの3つの特徴、まあ、返し方ですね。相手が話してくれた時の返し方の3つなんですけども、1つ目は、私は返し。 2つ目がまだましい返し。3つ目がそんなことないよう返し。ということで1つずつ解説していきたいなというふうに思います。まず1つ目の私は返しなんですけども、これは相手の話を食べている話し方なんですよ。これどういう話かといえば、例えば、 私、猫飼ってるんだけどさ、その猫がもう最近ずーっと甘えてきて、めちゃくちゃ可愛くて、あ、そうなんだ。私はちなみに犬飼ってるんだけどさ、犬がさ、っていうような感じで、すぐに相手の話を自分の方に引っ張り込んでいってしまうような話し方ですね。こういった話し方を私はあがいしというふうに僕は名付けてるんですけども、こういった話し方をする人っていうのは、相手の会話、相手の話っていうものを食ってしまうんですね。 相手が本当は猫の話をしたいのに、でもそれを自分の犬の話にすり替えてしまうっていう。そういう風にどん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 相手の話でも自分の話に聞き込んでいってしまうみたいな。そういったジャイアン的な発想をするような時は、やっぱり会話っていうのは続かないよっていうことなんですね。だからまずはこの私は外しっていうものはやめた方がいいよってことです。で、二つ目。まだましい外しですね。まだましい外し。これも相手の話を聞く気がない典型的な例で、例えば、 私さ、今もう6連勤でほんとしんどいんだよねって言ってきた相手がいたとしたら、それに対して、いや、6連勤なんてまだましだよ。私今10連勤中だよ。とかって言ってくる。どうでもいいですよね。<laughs> そんなこと言われてうん、そ、うかーってなるしかないと思うし、いや、そういうことを言いたいわけじゃないんだけどなーって相手からしてもなるわけなんですよ。で、こういうふうに、いや、まだましだよって、なんか、私の方がしんどいよアピールするっていうのは、メリットがないです。 相手からしたら、どうでもいいし、そんなこと言ってるわけじゃないし、みたいな感じになるんで、あなたにはもう、私の辛い話とか、苦労話とかもしないわ、ってなっちゃうんですね。なので、まず、そういうふうに、相手が、6連勤中なんだよね、って言ってきたら、自分も10連勤中だったとしても、あ、そうなんだ、それは大変だね、で、6連勤で大変だよね、とかっていうふうな感じで、共感すると。共感した上で、私も今、10連勤やってるんだけど、 もうやっぱ5連勤ぐらい超えてきたらもう毎日のようにしんどいよねみたいなこと言ったらそうそうしんどいよねの共感になるんですよねえそういうふうに私の方がしんどいとかって比較するんじゃなくて仲間だねっていうような返し方をするのが大事なんですよなので騙、ま、し返しじゃなくてあ一緒だね返しに変えてた方がいいよってことですねで3つ目が、えー、そんなことないよう返しですねこれ結構やっちゃう人多いんですけど 相手が、例えば、じゃあ、あなたのことを褒めてくれたとしましょう。そういうとこいいよね、とかって褒めてくれたときに、いや、そんなことないよ、っていうふうに返しちゃうとですね。これは素直に受け取った方がいいよ、っていうことなんですよ。なぜかというと、あなたもそうだと思うんですけど、例えば、プレゼントをあげたときに、いや、こんなのももらえないもらえない、いらないから、って言って返されたらすごい気分悪いと思うんですよね。いや、もらってよ、ってなると思うんですよ。それと同じで、言葉っていうのもプレゼントになっているので、それというのは素直に受け取って、それをちゃんと返してあげた方がいいんですね。 だから、受け取って返すことが大事なんですよ。だから、ちゃんともらうときに言葉をありがとうっていう言葉を返したりとか、え、そんなこと言われたの初めて本当にありがとうっていうふうに返したりとか、いや、もうそんなこと言ってくれるのはあなただけだよっていうふうな返し方をしたりとかっていうふうな感じで、相手が喜ぶ返し方をしてあげるというのが大事なんですよ。相手から褒められたときに、そんなことないようで返したって、相手に何のプレゼントにもなってないですよね。 そうじゃなくて、相手が、いや、あなたすごい可愛いね、とかって言ってくれたんだったら、いや、そんなこと言ってくれるのもあなただけだよ、とかっていう風な感じで、あなたは特別だよっていうような返し方とかを押してあげる方が、愛えて喜ぶんですね。なので、そういう風に、自分が、いや、そんなことない、そんなことない、恐縮だ、とかって思うんじゃなくて、相手にちゃんと返すっていう意識を持っていくっていうことが大事ですよ、ってことなんですね。なので、こんな感じで3つ特徴を挙げていきましたけども、こういうような3つの特徴が、何気なくやっちゃうわけですよ、人って。 逃げなくやっちゃうので、それが結果的に相手の中に不快な言動として残っていて、 ああ、もう嫌だな、嫌だな、嫌だなって思う瞬間増やしていってしまうわけなので、その要素っていうものをちょっとずつちょっとずつ減らしていけば、今まで嫌われてた人とか、今までなんか距離を置かれてた人との関係とかもちょっとずつ良くなっていったりだとか、これから出会う人との関係を壊さなかったりとかっていうことが起こってくるので、しっかりとね、なるべくやっぱり嫌われる要素っていうのは減らせた方がいいじゃないですか。だからその自分が無意識のうちに何気なくやってしまっていることで嫌われていくっていうことはなるべく避けたいので、 自分が筋を通していることで嫌われるんだったらまだ納得できるんですけど、自分が何気なく別にどうでもいいなと思ってやってしまってたことが人から嫌われる原因だったら直してた方がいいと思うんですね。なので、えー、そういうふうにね、何気なく嫌われてしまう原因っていうのを直していくためにも、えー、今回話した3つの特徴ですね、えー、私はあし、まだましいがいし、えー、そんなことないがいし。 この三つを、えー、なるべくしないようにね、えー、今回改善案というのも、えー、伝えていったと思うので、そちら気をつけながらやってみてもらえたらなというふうに思います。で、えー、コミュニケーションっていうのは、やっぱりこういうふうに一つの悪い癖とか、一つの悪い言動とか、そういったものがちょっとずつちょっとずつ相手との距離を離していって、そしていつの間にか相手が自分のことを嫌いになっていたとか、相手が自分を避けていたっていうことになってくるんですね。 なので、こういうふうに嫌われる特徴っていうものを持ってしまっていたら、相手はって、あの、自己保存の本能っていうものがあるので、嫌だなって思うものは避けようとするっていう、まあ、そういった性質があるんですね。 なのでやっぱ嫌われる人の特徴をたくさん持ってしまっているとどん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 人が遠ざかっていっちゃうんですよ。そういったことが起こらないためにもそういった特徴をまず減らしていって消していってそして好かれる人の特徴っていうのを取り入れていくことによって相手から好きっていうレッテルをもらうっていう、まあ、そういったことがコミュニケーションにおいてはとても大切になってくるのでそういった部分好きっていうレッテルを得るっていうことを深く解説している僕のファンをたくさん得るコミュニケーション術っていうセミナーと。 ボッチ予防セミナーっていうね、嫌われる人の特徴を好きになられる人の特徴に変えていこうよっていうセミナーをコミュニティ内で配信させていただいていますで。概要欄にね、まあ、プレゼント受け取りっていう URL があると思うので、そちらから参加していただくと、メンバーサイトの方にね、僕のセミナー、限定のセミナーがプレゼントされるので、ぜひ受け取ってみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。